ピシアお姉ちゃん、風車って本当に壁で防げるの？阻止するのが神の本来の意図じゃない。リンシア、やはりシティは遠すぎる。この子も家が恋しくなるだろう。それに、ウリン側の奴らにのけ者にされないか心配だ。お願いです。中へ入れてください。ダメだ。今は立ち入り禁止だ。風車が強すぎる。こっちには子供がいるんです。ダメと言ったらダメだ。こっちだ、早く。ゆっくり、足元に気をつけろ。慌てるな。見つかったら私が何とかする。大丈夫さ、送信を信じろ。今はもう昔とは全く違うんだ。はあ、分かったよ。だがこんな大金で何をする気だ。苦労して貯めたものだろうに。着いたら分かるさ。では先ほどの子供は我々が面倒を見ます。寄付金は砂漠出身の家を持たない子のために使いましょう。どうかこの資金に名前をお付けください。そうだな、希望の壁にしてくれ。壁の目的は阻止じゃなく守ることなんだ。子供たちの心が風車と分かれ成長することを祈ろう。